声の調子がおかしい。なるね、やっぱりおかしいね。はい、なんでインターネットか。いや違いますよ、ホイティさんの子供の学園祭があって笛の調子がおかしいんですよ。あ、いやだだだかしてみた。あ、うん、だ吹いてみようやど。あ、よっしゃ、あ、わかった。どうぞどっちとっきょ、せーの、どーれー。なに今の。みんなとね、ハゲちゃべん、替えのパンツ。プリムーンラジオ。この1週間でハゲちまったよスペシャルをお送りいたします。時刻は10月30日水曜日9時を回りました。皆さんこんばんは、フリームーンラジオスタートしました。お相手は私ナルトラです。はい、はい、はい、そしてミキサーのエコザイルです。はい、はい、そしてホワイティさんのカッコカリ。はい、はい、モナミンです、よろしくお願いします。はい、はい、ということで今日も、今月はフワイティさんいないということで、FM 企業版のスタッフさんから毎週出ていていただいてますけれども、はい、今週は、モナミンが登場しています。はい、ごめんなさい、僕ら今日はですね、はい、音声だけ聞いてる方にお伝えしますと、はい、ちょうどハロウィンということで仮装しております。ほ、はい、似合ってるのよ。ラジオではお伝えできないんですけれども、僕ちょっと証言しますと、ね、何も知らされてなくて、この FM 議論場に入ってきて目の前にあったのが、うん、ハゲのカツラです。はい、そしてなぜか、うん、エコザイルさんが、はい、おもむろに、はい、国旗に、うん、針金を通して、はい、背中に貼れられました。意味が分かりません。いや、これ頭の上に来た方がね似合ってるわけよ。なので、ま、ハゲのカツラは分かるんですよ。うん、まあホワイト、ハロウィンっていうことも分かるんですよ。はい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 、なぜハゲに、ハゲ頭に日の丸なのかがあんまり意味が分からない。本当頭の上から登るようにちょっとやってたんだけど最初。あ、どんどんなんか今肩からそうずれてってるから、すみません、業務放送、キャン君。テープ、強力なテープ持ってスタジオまでお願いします。ということで今ですね、はい、強制的に今頭の上に、はい、乗せられております。うん、そうそう、マナミンは俺スヌーピーやってほしかったんだけど、はい、今日はい、準備がね、はい、間に合わなかったということで、そういうのを見透かしたのか、はい、本番 2,3 分前にね、はい、今日はスナップ着よったね、わざとね。しかもですね、今日はですね、またこっちにやってきた大塚健二と同伴出勤ということで、何をやってるんだ健二はというね、うん、もうね、別にハゲのカツラをかぶらなくてもね、はい、もともとハゲだから。あれには本当日の丸のさ、日の丸か餅のさたかったわけよ。はい、はい、ねえ、あ、次は餅だな、ね、ナルトラね、餅ですね。そんなかぶり物をねまたやりたいと思います。はい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 、シグナスさん取らないで、取って取って、遠慮なく取って。シグナスさん、はい、取らないで。いやいや、いいんですよ、取っていいよ、いいんですよ、早くね、ですからね、はい、はい、エコさんはそしてこれ、うん、恒例のエコさんの姿を表現しますと、はい、まず厚底のような、はい、牛乳瓶の蓋のようなメガネに、そうそうそう、前見えないんですよ、マジで今、はい、マナミンに焦点合わせたら、はい、ナルトロはもうぼやけてって感じで、一点これぐらいのは見えるわけ、なんとか視界は、はい、これ以上もぼやけて見えますね。うまくですね、はい、その焦点を合わせる必要がないように、僕、まあ、僕の日の丸の旗はマナミンの壁になってますから、ね、はい、ちょうどね、うん、耳ごとに今ここの間に、はい、そして、うさ耳ですね、カチューシャのようなところにこう、うん、うさぎの耳がついた、はい、しかも片方曲がってますね。そうそう、わざとね、はい、針金入ってるからクイッてできるんですか。できるできる、はい、そうそうそう、で本当はこれにこっちにチーク塗って、
ヒゲつけたいんですけど、はい、そこまでちょっとすいません準備できませんでした、はいはい、僕の、準備に時間をかけていただいて目が痛い、ちょっと外す非常にありがた迷惑だった、はい、そんな、本番前だったんですけれどもね、はい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 、ということで今日はですね、はい、フラーです。あ、違う違う違う、ちょっと待ってフラーですけどねこの番組フラーのメンバーがお送りしてますけど、はいはい、ということで今日はですね、こんな格好でお送りしたいと思いますので、YouTube ライブ、うん、そして、ツイキャスでご覧の皆様は、うん、せいぜい、突っ込んでやってください、はいはい、逆に無視されると僕ら悲しみます、うん、はい、さあということで、そんな姿でお送りするこのフリムーンラジオですけれども、今週のテーマはこちらです。フリーということで、はい、まあ、毎月5週目はですね、うん、フリーで、はい、そうなんですね、そんなコンセプトでお送りをしておりますので、本当はね先週またマナミのね、変わるガール出ていただいた小春に、うん、テーマを考えてもらおうと思ったんですけど、はい、そしたらまた好きなタイプはパート3をやられそうだったんで多分やると思ったし、あ、もう危機を感じたんですよ、はい、ということで今週はその法則通り、うん、フリーで、はい、フリーで募集しておりますんで、はい、まだあのメール間に合いますので、全然どしどしください、はい、はい、今週もまだ2通しか来てませんのでね、はい、お待ちしております。メールの宛先は moon@fmginowan.com、moon@fmginowan.com ということで、こちらでお待ちしております。それから先ほどもお伝えしましたけれども、この番組は、YouTube ライブ、そして、ツイキャスの方で動画も一緒に、楽しみますんで、ぜひ、あ、ごめんなさい、3通目来てました、はい、はい、今届いたよ、よかったです、よかったです、はい、まだまだでもお待ちしております。この番組は、今お伝えしました通り、YouTube ライブとツイキャスで動画も一緒に、ご覧いただけます。それから、音声配信アプリ、リッスンラジオの方では、こちらでもお聞きいただけますので、好きな媒体でお聞きいただければと思います。はい、この番組は民謡居酒屋やってもおれ、お奇跡配送センター、そしてフリムーンファミリーの提供でお送りいたします。では CM です。ハロウィン前夜ですからね。そう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 、うん、意味は分かった、意味は分かったけど、この格好をこれをつけてる意味がよく分かんない。未だに理解してないまま放送してる。帽子かぶって帽子に貼ればいいんじゃないですか。 でもこれがそもそも帽子、そうそう、これがそもそも帽子。そうそうそう、マジでこうやると見えないんだよな。待てよ、危ねえ、はい、10秒前。聞きたくて FM 797聞いてます。ハゲは映らないよ大丈夫、皆さん優しく聞いてください。フリムーンラジオ、はい、ということで、CM 明けなんですけれどもですね、今ちょっとまた今の状況を実況させていただくと、後ろに、もう一人 FM ギドワンスタッフのキャン君が、来てくれてまして、ハゲのカツラに何をやろうとしてるんだ。そのままあの落としてもいいから、落として代わりに入ってもいいよ。なんか今プロレス技を仕掛けようとしていたのか何なのか、はい、今です。そしてですね、実はあのその今後ろにつけてるあの日の丸がですね、ちょっと、T シャツの上にガムテープで貼り付けてただけだったので、ちょっとこう見た目にそんなに綺麗に日の丸が見えないということで、ミキサーのエコザイルさんの指示のもと、はい、ハゲ頭のカツラに今、さらに付け直しているという状況でございます。はい、そういった状況で、この番組は今日はお送りしております。、はい、
すごい今も作業が続いてます ね、そう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 、大丈夫です、うん、これでもバッチリキャン君プロだから、はい、何のプロなのかがよくわかんないんですけどね、はい、いろんな感じで、ね、はい、では、ここでツイキャスを今日も、読みたいと思います、はい、今日のみーぐちさんなんですけども、ブルーミーさん、ハロウィン仕様ということでその通りでございますはい、ギネスさんもこんばんは、エマさんもこんばんは、ギネスさんププップって今日はハゲトラ、うん、その通りハゲトラですよはい、かゆいのかゆいのってやってあげてね、そして沖縄にワンチュールさんこんばんムーンってどんなコスプレよということで、うん、そしてかっちゃんさんも、はい、仮装してるやんということで、はい、しゅんさんもどうしたのということで、ざわざわしてますね、はい、鶴ヶ島のカーズ兄さんもあれハテナマークが6つついてます、はいいやもういいよエマさん拍手だからね、おー拍手、髪剃りすぎましたということで、はい、見事に、はい、先ほど剃られました、うん、この日のためにこの日のためにというかさっき5分で乱暴にやられました、ね、はい、そしてかっちゃんさんね、マナミンはスヌーピーじゃないんということで、スヌーピーじゃないです、はい、でもスヌーピーっぽくないですか、ある意味このヘッドホンの耳、あってことにしましょう、ね、あのツイキャスには見えてないんで何とも言いますからね、はい、あ、そうですね、はい、個人的にじゃあ楽しんでる感じで、そうですね、はい、そういうのを皆さんあの、はい、逆にあのツイキャスに見えてない分、はい、想像していただければと思います、いじってください、はい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 、そしてエコさんに対してもゲンさん、エコさん角生えたんということで、ね、耳ですね今だけちょっとあの可愛い風な耳を、はい、ちょっと生やしてみました、はい、そしてしゅんさん、全然違和感ナッシングよということ でしょ、はい、ナルトラだけ一人騒いでるわけよ、さっきから準備してるときとか、何やってる、ふざけるなって感じで言ってるけど、はい、一番似合ってるのよね、はい、まあ全て振りですからね、こういうのは全て振りですから、あ、じゃあ振り OK、 じゃあ振りにしとこうねはい、はい、そしてしゅんさん、エコさんにも突っ込んでます、うん、はい、ミキサータックの下は網タイツにしたかったんですけど、さすがに通報されるんでやめましたはい、はい、そして、社長さんから来ております、はい、穴町のりさんですね、寝落ちから目覚めたこんばんみーということで、はい、こんばんみー、どんだけお酒飲んでるんでしょう、はい、まあ、帰ってすぐ飲んでたよあの人、はい、1時間ぐらい俺より早く帰ったからね。ね。はい。で、頭の皮がめくれてると、ツッコミを。これ耳でーす。フラターやーと。はい。もともとです。一番うちの社長もフラです、ね。はい。ハロウィン仮装というより宴会の仮装パーティーみたいということ。あ、です。うちにあの、ハロウィンの仮装なんて高尚なものできないので、はい、全て宴会ベースでやらせてもらってます、はい、あ、そして常夏ツーコンさん、こんばんむーんもぐもぐということで、はい、何を食べながら聞いてるんでしょうか、いいなこっちにも送ってって、はい、まなみん、はい、お願いして色っぽく、色っぽく常夏ツーコンさんに送っ て、 ってまなみんなんかそういうの苦手っぽいようなイメージがあーですですです、だから振るんですだから振る だと思いました、ね、あのエコさんらしいですね、はい、そういうところね、はいはい、そこを私は突っ放ねていきます、ね、大丈夫、あのキャラっていう、そろそろ染めるから、ね、キャラっていうものがありますからね、はい、あのみんなのイメージを崩したくないんでね、はい、僕はね、はい、そのイメージを崩しにかかるのがエコザルさんということ、はいはい、得意よ守ろうとする人と崩しにかかる人が、そう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 、存在してるんですね、はい、うん、はい、サヨロお兄さんさん、この姿を見て、うん、ホワイティさん早く戻ってきてということで、いや多分、はい、俺より悪乗りすると思うよ、はい、あの一つ朗報をお伝えしておきます、はい、来週から戻ってきます、戻ります、はい、で来週マナミンも多分、はい、スーミー氏に来るそうですかもしれない、そうなんですねスーミー氏に来たら入ってきていいからね、はい事務所からスーミーします大丈夫、本当に遠巻きからね大丈夫、あのナルトラに引っ張らしに行くからそのキャラじゃないでしょ僕もどう見てもそのキャラでしょはい、はい、あのエコゼアイさん、はい、聞くのが野暮でした、はい、はいはい、そして、はい、あ、埼玉のちさん、はい、なんかツッコミどころ満載なんですけど、もうどんどんツッコんでくださいそれをお待ちしてます
常夏空港さん、もくもくしてるものをコメントいただいてます、はい、カレーだけどちょっと焦げた。あ、じゃあ焦げちゃったんですね。焦げたところだけは送らない、うん、自分で食べてもらって、そう、焦げてない美味しいところだけを冷凍してからクールで、はい、山内一郎宛て着払いでよろしくお願いします。ひでえな、さすがですね。はい、そしてみやさん、はい、ありがとうございます、はい、あの顔文字でびっくりして、じゃあ、はい、どうぞびっくりしてください、はい、今日はこんなんでお送りしております、うん、ツイキャス開いて、うん、ね、ツイキャス開いてこの画面だったこれでしょ、ね、いきなり入ってくるのがね、はい、ハゲ頭ということで、はい、もしかしたら一瞬ね、ね、番組間違えた、埼玉から来ているあの人に見えるかもしれませんけれども、はい、まあ、実際その人もいるんですけど ね、あのギャラリーにね、ギャラリーにいますけどね、はい、あ、じゃあマナミ呼んで、はい、呼んであげて、手だけ見えますここから、あ、じゃあ入るように、あ、じゃあまあ某大塚さんね、某ハゲじいさんね、はい、はい、まあお任せします、うん、さあそれでは、フリーのメールが来ておりますので、はい、読みたいと思います、はい、あ、目が痛いマジでこれ本当にドが入ってるんですか、あの、ド入ってるというか、あの瓶底、うん、本当の瓶底を貼り付けてあるような感じなんでやばいっす、ナルトラちょっとかけてごらん、私もさっきかけましたけど、なんかちょっとじゃあです、ね、これ一番かけたら似合うんだけど、ナルトラにちょっとじゃ あの、ね、せっかくもうハゲ頭ついでなんでかけてみますけど、ハゲ頭ついでなんでって、うん、見てごらん、やばいよこれ、見えないだろ、キャラがさらに濃くなりましたはい、ツイキャスの方、YouTube の方、見えてますか、親父です、変態親父です、似合うってエマさんから似合うって、うん、ね、本当俺これにね、あのこっちにね、チーク、うん、ピンクのちょっとチークやってね、ヒゲをこっちにちょいヒゲつけて、はい、やったらもう最高なわけよ、はい、一回これやったら受けたんで、今回もやりたかったんだけど、はい、すみません、用意が準備が足りませんでした、はいはい、エマさん、かっちゃん、みやさん、ありがとうございます、はい、なんと書いてある、見えない俺、しゅんさん、ボンゴ父ちゃんっていうのやめてくださいこれ、わからない方にエピソードまで言わなきゃいけないじゃないですか、あ、じゃあ確かにね、うん、あ、いいよ、エピソード今日時間たっぷりあるから話していいよいいんですか、ボンゴの下り、あの、マナミも聞きたいって。わからないですね。うちの父親なんですけどね、うん、長年こう、ワンボックスカーで、ボンゴって車でね、3台ぐらい乗り換えたんですよ。はい、で、大体こう、乗り換える時期と、3兄弟、僕ら3兄弟なんですけど、うんうん、はい、3兄弟が生まれる時期が一致してるんですよ、ね、ほぼ。そうそうそう、乗り換えて1年後にはだいたい生まれるという、はい、いいペースで、で、はい、まあそれなぜ勝ったかっていうとね、うん、決まってるさ、一番あれだよ、ワンボックスの中でボンゴがフルフラットで綺麗にベッドになるわけよ、シート倒したら、はい、はい、ね、もうこれ以上は言うのやめときますいやいやいや、あの子や、この親がいてこの子がありということで、はい、やめて自分で言わさせるのやめて、団子じゃなくてボンゴ三兄弟って団子三兄弟とかけたんかけて、誰が最初あったかな、はい、ね、はい、そんなエピソードも募集、はい、もういいよもういいよ、もうこれ以上、ね、うん、これ以上のフラーメールお待ちしてますフリーでもいいし、フラーでもいいし、そうです、はい、フリーです、はい、ではメール読んでいきましょう、はい、フリーミの皆さん、こんばんは、四国徳島のバーモントです、ありがとうございます、はい、突然ですが、先日日本シリーズを制した福岡ソフトバンクホークスの守護神、森唯人投手は、私の高校の後輩です、はい、と言っても20年以上も後輩ですが、うん、ということで、余談なんですけど、僕の高校の後輩が今年、日本ハムにドラフト1位で指名されまして、お、誰、川野投手という、あ、はい、はいはいはい、鳴門高校の、はい、っていう風なのがあったりしてあんまり不運ですね、うん、はい、失礼いたしました、ごめん、宮城以外ちょっと興味がなかったんで、はい、はい、佐々木朗希も別に興味ないんではい、はい、バサッと切りましたね、はい、切ったよ、ということで今夜のテーマフリー、はい、はい、といっても近況報告になりますが、はい、とりあえず今は、
全国で上映中の映画、スペシャルアクターズにハマっております。カメラを止めるので話題になった上田慎一郎監督の最新作で、緊張すると気絶しちゃう役者とその弟 VS カルト集団という一風変わったお話です。ネタバレ厳禁なので詳しくは言えませんが、出演者は前作同様オーディションで選ばれたマイナーな方々ばかりですが、中には徳島出身の俳優さんがいたり、私の知り合いが何人かエキストラで出演していたりしているので、夜暇な時は地元の映画館に通ってレイトショーで見ております。とにかく見れば兄弟燃えすること間違いなしの面白い映画です。今週末の3連休が山場ですのでお見逃しなく。ではではということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。映画僕はあんまり見ないんですよね、映画。あ、俺もだって中学の時にまともに見たぐらいで、はい、それ以外映画館で映画見たというのがない。へえ、そんなにですか。へえ、そうそうそう、若槻流行ってた映画館っていうものがあったよ。うん、分かってましたけど。あ、知ってましたけど。ごめん、バットを取ってきていいかな。ね、ね。ビヨンドと普通のアルミバットどっちがいい？日本持ってる。ビヨンドで。なんでですか？あ、ビヨンド内臓破裂するよ。確実に。それをね、普通に言いますからね。はい、じゃあビヨンド、キャンちゃん俺の車からビヨンド。はい、今、はい、あの瓶底メガネが外れましたね。はい、ということで次のメールいきたいと思います。はい、皆様こんばんは、鶴ヶ島のカズニーです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今岐阜県にいますということで、岐阜金前付近かな。でしょうね。はい、金前ね。はい、あの送ってきたのも19時33分ですから、ね、このメール送って、あー今からかなかもしれませんね。うわ、はい、あ、まあ、はい、知らない方がいいね。うん、はい、まあ、知らないでおきます。マナミンは、はい、アイドルなんで知らない方がいいです。はい、はい、今日うまいコーヒーを飲みに岐阜県羽島市に行ったら、うん、なんとお店が定休日、うん、まあ、水曜日ですからね。はい、はるばる来たのに残念。でも僕は諦めない、うん、予定外の一泊して、ああやっぱりか、明日モーニングを食べて、うん、速攻で埼玉へ戻る企画を実行します。今夜は行きつけの居酒屋で、うん、酒とつまみを堪能しながら放送を聞いています。ありがとうございます。あ、じゃあ終わって帰ってきてからだね、一服してんだね今ね。あ、ありがとうございます。なのか一戦交えた後で、うん、これ一戦交えて、うん、さらにこれでちょっと癒されて、この放送で、はい、この放送で癒されかもしれません。これからかもしれません、ね。はいはい、ちなみにお店は歌手の大城バネサさんのカフェです。あ、おー、あー、はい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 、僕も何年か前に岐阜行った時にちょうど岐阜にね一軒沖縄居酒屋があって、うん、はいはい、そこで、飲んだことがありますけど、その店なんでしょうか、行きつけの居酒屋っていうのは。まあそれを報告もまだ楽しみにしております。なるほどね。はい、さあということで、ではここで一旦 CM 行きましょうか。はい、はい、 CM でーす。月が頭にみんたま、それが
癖になり、毎週水曜夜9時のフリムンラジオに夢中です。フリムンラジオ、はい、ということで、はい、先ほどの、カーズニーさんのメール、これを受けましてコメントをカーズニーさんいただいてます。さあ第一ラウンド行きますか、ハート、ハート、はあ、やっぱり一戦交えるんですねこれからはい、エコさん総無視でしたね今、はい、あーごめんごめん、まあ、だからさっきこうやってて、はい、曲を回そうしたら、はい、見えないわけよ。あ、パソコン見えない。で、これで、あーって慌ててやってたからごめん、今聞いてなかった。はい、もう一度、ワンマープリーズ、OK? カーズニーさんからツイキャスで、はい、さあ、第一ラウンド行きますかということで。あ、こっちが第一ラウンドね。で、第二ラウンドが、いや、多分これから行くんじゃないですか、居酒屋。いや、今聞いてるって言ったから、うん、多分これが終わる頃に、うん、迎えがちょうど着くような感じで読んでるから、これが第2ラウンドね、はい、で延長で第3ラウンドぐらい入ってからむっすり寝ると、わあ男だね、はい、明日の朝モーニングに遅刻しないようによろしく、はい、してくださいと、はい、あで、はい、ギネスさんが、はい、前のボングは FR だったから、いやというかボンゴ基本 FR ですけど、 FR って何ですか？あ、FF になったか最近から、またこれ車のことを言うんで、うん、かなり時間長くなるんです、はい、なので要するに車の前が、はい、エンジンの力で前が回るのが、はい、F って言って前輪駆動、はい、で FR って言ったら後輪駆動、はい、ただそんだけ、はい、で基本ワンボックス系は、はい、ホンダ車以外は FR ですか4駆です、ほとんどそう。FR だとこう動く、こう前言った後輪を動かすための機械類が後ろに届くので、うんはい、ちょっと邪魔になるね、邪魔になると室内スペースがね、だから何なんだということですけどね、うんはい、あまり知らないんでこれは吹っ飛ばしましょう、はいはい、ということで事故りかけたと欠品がしてはあ、ツッコミもよかったのにあ、ナルトラの心の声がはい、はい、ね、はい、ボンゴベビーが何を言ってるのってサロニーさんよりはい、はい、エコさんの無茶ぶりはですね、リスナーにも言っております、はい、はいはい、そして大塚健二さんですね、はい、こんばんは、ギャラリーからツイキャスで見てますと言います、はい、さっき CM 前に視界に入ってしまいました出た、ゲストさん無視の車話だということで、あーもう車の話したら5時間ぐらい2人で行けるよ、はい、ナルトラと、ただそれやると面白くないんで、リスナーさん無視してるのがよくわかるので、はい、僕は何とかしてこう分かりやすくしようとしてるだけなんですけどね、うん、はい大丈夫、めちゃくちゃ簡単にしようとするけど、詳しく結局やっちゃうとみたいな、なってしまうのよね、それくらいエコザイルさんは車が大好きというか、ね、はいはいはい、車、バイクもね、あバイクも一番バイクだけどね、はいはい、さあそういうことで、はい、メール続いていきたいと思います、はい、フリムンメンバーの皆様こんばんみ、あなたのハートをキャッチアンドリリース、はい、トラ吉大吉ウフジシですということで久しぶりですね、うん、はい、なんかしばらくちょっとツイッターでも姿は見なかったんで僕心配してたんですけど、なんか今週に入って突然普通に何事もなかったかのようにツイッターにもね現れてまして、へー、なんか1ヶ月ぐらいツイッターが止まってたんですよ、全然何があったのか、携帯がおかしかったか、ただ、うん、変な動画見すぎて速攻でギガがなくなったか多分俺は後者の方だと思います、はい、はい、ということで、今日のテーマフラーと書いて送ってきてます、あ、フラーですよ世の中ハロウィンムード一色ですね、はい、明日ファッションに目覚めた中学生の、コスプレをして茶壇に繰り出す予定であります、おー、実施どうした、何か狂ったんでしょうか、あれだろ、絶対女装だよな、コスプレということだな、だってファッションに目覚めた中学生って書いてあるとどう考えてもそうでしょ、ファッションに目覚めた、だよな、これ男装で行った日には苦す
絶対女装だよな。期待してるよ。はい、まあ一応メールからは男子とも女子とも書いてないことだけお伝えしておきます、はい、けどみんなの反応は絶対女装だよね。まなみもね、女装じゃないと許さんよねってことにしてください。ほらさすがまなみね、はい、うまくこう受けて勝ちましたね今ね、はい、小学生以来ハロウィンのイベントを避けて生きてきたのですが、うん、今のせちがらい世の中にトリックワントリートということで、そんなことを書いてきてくれてますね、うん、はいはい、お菓子をもらえるのか身ぐるみを剥がされるのか検証していきたいと思います。ぜひ校舎の方でではではおやすみなさいということで、はい、おかしいな不安で眠気でいっぱいというのが絶対不安ないだろお前と言いながら確かにおやすみなさいって言ってますもんね、はい、ねえもう寝ようとして寝ようとしてるよね。あ、安心して寝てるんでしょうかね、ちゃんと準備ができたんで、はい、うん、さあということでそのフラーという意味では、うん、今日あとハゲ本当にハゲてるあの人はあのフラーは、はい、フェイスブックに堂々と自分のお腹アップしてたけど、はい、あのカレー、あ、ラーメン作ってるのかなところにねえねえのところに後ろから羽交い締めにしたつもりが鍋を羽交い締めにして、うん、お腹をやけどしてエアチューしてベロッと向けた写真を載せてからやけどしてね、はいはい、で飲むなよって言ったのに飲んでるらしくて、うん、きついってばで本当は今日ねちょっと大事な用事あるんだけど ね、 そうですね、飲むなよって言ったのに飲んでるということで、はい、あれ、うん、来週ちょっとお仕置きだね、来たらね、まあ、来たらね、来たら、うん、まなみんも来てお仕置きして一緒にバット2本用意しとくちゃんとはい、はい、なんか僕らの LINE にですね、うん、今日休む言い訳めいたことを送ってきてたんですよ、うんうん、あれ絶対嘘だからね、ワンガイエになんか なんか女の子が来てるからみたいな、うん、その女の子の顔までわざわざ送ってくるという、そう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 、あ絶対違うからねはい、じゃあなぜ送ったのか、はい、やっとごまかせると思ってやってるんだけどごまかせませんので、うん、はい、はい、そんな、はい、さっきのね藤士君に荒町、のりさんもね、うん、俺も明日チャタンへ生なし見に行こうかな生足見に行ってください、はい、というか仕事ですよねわざわざそれに合わせて仕事合わせたんじゃないですか、チャタンに。あ、チャタンは現場ないよごめん、中部系は俺です、のりさん南部です、うん、終わらせていくんでしょうか。じゃあ多分、いや、いや多分午前中とか余裕で終わるはずだから、はい、多分昼からね。いや、行くかもしれませんね、うん、はい、あ、そうですね、ちょっとここでツイキャスちょっと、うん、もう一つ、大塚健二さん、ちょっと、はい、まあこれは無視せずに、はい、ゲストさんの好きな食べ物は何ですか、うん、私はカレーが好きですと。おー、あ、私ですか、はい、うん、好きな食べ物、うん、あ、でもそれこそカレーです。カレーだったら毎日でも飽きない。嘘、食べれます。へー、で、ちなみにハゲたおっさんは、あ、僕ですか、ハゲたおっさん、旗が立ってるおじさん、僕は麺類全般ですね。あー、ラーメン、マジで広いですね。ラーメン、沖縄そば、スパゲティ、うどん、日本そば、麺類か、何でも大丈夫です。そうめんも、うん、そうめんも OK。 はー、で、あ、俺も聞くのそんなうさぎ耳をつけたおっさんは、うさぎが好きかもしれない、うん、じゃあ本当にウサギとかハトとか犬とか食わされてきたからね、わからんうちにね、食べた後に言われたらもうしょうがないよね、まあ、だけど好きなのは基本魚というか刺身系と寿司、毎日でも毎食でも飽きないのがその刺身と寿司、多分俺はそっちだね。結構、そうそう、なんか沖縄の人ってあんまり生魚の消費量が少ないっていう、少ないだけど、俺は逆にそう、魚とか焼くのよりは刺身で食べる方が好き、はい、刺身とか寿司で、そうですね、生系で食べるのが本当に好き。僕もどっちかというとそうですね。そうそう、うん、です、魚、うん、
でその次に、豚鶏牛かな、肉でいったら、肉の順番でいったら、肉でいったら豚鶏牛だね。豚鶏、ああ、うん、あーごめん、牛の間にちょっと馬が来るかな。はい、さあそしてそのね、先ほどのコメントを受けまして、はい、穴町ののり社長、はい、早く終わらせて帰るって。もう行くんじゃないですか。早く終わらせて茶炭に生足見に行くと。ああ、じゃあ一時ゼロしとこうね。そして若い子の生足を見にちょっと筋もんが行くと思うんで、ちったら分かるはず。はい。ひでえ。ひでえな、社長に、上司に対して。ね。はい、もう一人ちょっとね、はい、ちょっと おっちゃんからのツイキャスがありましたね。はい、大塚健二さん。はい、やったー、ゲストさんと相思相愛だ。何言ってるんでしょ。なんかわざとらしい。ほんとね。あー、あった。探し出せなかった。うん。そう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 、あで、あ、そらしどさん来てまーす、はい、はい、お風呂出て換気扇の下からこんばんは。アイコスかい。だいたいそうです ね、換気扇の下っていうとね、はいね、はいはい、腹黒うさぎ&男性ホルモン全開でハゲちゃった人たち。今日は青でーす。腹青いでーす。黒じゃありませんって何言ってるんでしょ。はい、ね、そして、そらしどおばさんさんの好きな食べ物、はいはい、私はちゃんじゃということで、嘘つけ。酒だろ。あ、飲み物だけどね。まあ、ね、大塚健二さんがね、うん、それに対してちゃんじゃナイスですねっていうものに対して、うん、はい、酒が進みますよねってそらしどおばさん、だから返信してます。酒進むものでしょって。あ、俺もだよ。ごめん、俺も刺身刺身行ったら酒進むからね。すいません。結局お酒じゃないですか、みんな。みんな好きな飲み物終わったら酒だよな。はい、エマさんもね、はい、ケンジさんに突っ込んでますね、うん、ゲストさんにも選ぶ権利がありますから、ね、はい、ありますよ。エマさん、ケンジの G はアルファベットの G がいいと思います。はい、これからは。そうやってコメント映してもいますもんね。はい、ね。はい、あー、そっか、スラシドバさんさん、うん、居酒屋で食べてきて、うん、飲んできてご機嫌、おー、いいですね、餅刺身も食らってきた。あー、で、私の冷蔵、あ、ごめん、ちょっと FM ギノアの冷蔵庫に、はいはい、半額刺身買ってきたんで、早く帰って食べたいと思います。はい、今日終わったら。もうそんなね、酒のあてをね、食べられてるかもしれないですね。いやいや、大丈夫大丈夫。大丈夫ですか。うん、カツオなんで、はい、今ですね、はい、事務所の方にはキャン君が座ってると思うんで、大丈夫大丈夫、美味しそうに食べてるんじゃないでしょうか。キャンは多分キャンはダメだと思う、生魚系は。豚もダメです。はい、はい、そしてギネスさん、好きな食べ物、綺麗なお姉さん、何言ってるんでしょう。ギネスさん、マナミン、はい、変態って言ってあげて。変態、エコー聞かすんで、エコー聞かすんで、もう一回ギネスさん、はい、せーの、はい、変態。はい、皆さん今録音しましたか。これ需要ありますか。あるよあるよ。はい、じゃあちょっとメールいきましょうね。はい、まだ2通あります、ね、はい、いっぱい増えてきたね。はい、エマさんからいただいてます。皆さんこんばんは。明日はハロウィンですが、皆さんは何かパーティーとかしますか。私たちはハロウィンイベントしますよ。今年ハロウィンはこんな感じの衣装に自分でデザインを考えました。やばい、ナルトラ。いや、めっちゃくちゃ離れしながら見てるわ。 でその瞬間を、またしかもシグナスさんが撮るという。そう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 、撮って。ここぞとばかり、まあ、この写真だよ。あ、すごい。そりゃ、それは残念ながらね、うん、これを送ってくるということは、そう、うん、こう送ってきたものに対しての最低限の礼儀ですと思ってますから、うん、僕はね、ああ、こういう反応することがね、この反応が、ああ、その鼻の下伸ばす反応ね、いかにもって感じの、いかにも、うん、このエロ親父が。まあ自分でチンしときますけど、はい、これで邪気が払われたらいいかなとは思いますけれど。はい、はい、
そしてもう一つ、はい、ちょっと次のメール読む前に、はい、穴町のりさん、はい、好きなもの生足胸チラちょっと皆さん今日は男2人でやってるわけじゃないので、はい、あ大丈夫大丈夫ちゃんと画面上にはね今もう、うんね、男の2人なのでそう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 ね、もうあれですね。もうちょっとこうね、本能的な好きなものが皆さん出てきましたね。もうちょっとね、ピュアな話がね、できればいいんですけど、残念ながら、ね、夜の番組、教養番組ですからね、この番組は。はい、うん、そうそうそう。ね、なんで、まなみんが、マイク一つ分飽きてるかというと、そらしろおばさんの言う通りなんですよ。はい、距離、警戒。これ警戒心、うん、警戒心トラさんとの距離で警戒心分かるってでしょ、ごめんね本当だったら剣山まで用意しときたかったんだけど、はい、ナルトの横そこに手をこうするさね、はい、ここことかこの椅子に手を置いて、うん、ちょっと転がろうっていう気配見え見えだったんで自然にこう左に、ね、手を伸ばしていくの伸ばすわけないじゃないですか本当にだからごめん剣山忘れた今日ごめんな次持ってきようね、剣山。剣山ない代わりのこの距離。うん、ああ、じゃあ、あと、バットも持ってこようね、はい、次。マナミンが入るときはね、忘れずに。いろいろグッズをじゃあ、グッズ。スタンガンがいい何がいいバットで十分です。バットで OK。はい、でね、ちょっとこういうね、はい、話をしてるときにね、はい、こう、大塚健二さんね、はい、みんなのゲストさんになんてことをセクハラにならないのかって。あ、なりません。いやそういうところでこうなんかね主役感を出そうとする違う大塚健二さんがね、うん、一番大塚健二の G はゴキブリの G だから覚えといてよ覚えといてよだから健二って言ってるからねそんな気はしてましたけど分かった分かった、はい、だからピレトリン持って回って有効だからケンジが近づいてきたら、ピレトリン。はい。ね、本当に、はい。今日は何匹に対してピレトリンを噴射するんでしょうかね。はい。うん、はい。僕も含められてるかもしれませんけれども。はいはいはい、あで、こっちが下ろして、はい、ちょうど向かいが、下ろしやってるからさ。はい、CM やってますよ、ね。お願いして、一ケースぐらい山地に頼んで置いといて。したらいつでもケンジ対策になるから。はいはい。聞くんですかね。そうそうそう。聞くよ。ただ、はい、普通の量では足りないんで、1回につき1本使うわけ。だから、ケース単位。ケース単位。はい。ね、あら。協力。ケンジ、カサ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 。エマさん。エマさん。で、それに対して大塚健二さんが、あ、笑っちまったって。いや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 。本当にね、はい、用意しておいてください、はいはい、スラッシュドバさんさん、はい、とりあえず宮古シティに謝ろうかって、はい、だから、はい、ね僕今日は宮古島シティっていうT シャツをねあ本当ごめん、はい、今気づいた、はい、だってこれ見えないわけよずっとこれ正面から今日ナルトラ見てないんでだから今日はいはい、何も考えずにね来たらなぜか机の上にハゲ頭があったという、ね、そう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 でそんな状況から始まってますから、ね、俺は宮古出身なんで、はい、謝れ、はい、まず謝れはいこの落とし前は申し訳ございません、この落とし前は、今年の年末に宮古島に行きますんでそこで宮古島にしていっぱいお金を落とさせていただきますはい、ですよこれでいいじゃないですか、はい、あれ最後に一言はいいや申し訳ございませんはいはいすごいちゃんといやちゃんとねはいはい、スラシズマさんさんギノワにも謝罪ってああはい、お目汚しをしてしまいまして申し訳ございませんはいはいこれでいいでしょうか、ね、はいあそうだこれ言っとかないと、うん、恋愛物資さんからいただいております石坂さん頑張れ聞いてますよっていうことでさっきまで一緒に収録してたんですよ実は
あ、そっか、そうですね、はい、あ、あの先週のね生スペシャルも聞かせていただきました、はい、あのツイキャスのね、あ、ありましたか、あ、精一杯僕コメントしてたんですけどなんか、はい、そう、あの残念なことにツイキャスがちょっと保存されてなくてコメント、あの誰も遡れないっていう、あでも本当にこう出演者のお二方と、はいはい、あと、キャン君と、はい、小春とマナミンと、はい、もういいね、あの僕らのようなこんなね下水話じゃなくて本当ピュアな話で盛り上がってたっていうのがあ、楽しんでくれてよかったです、印象残ってますけども、はい、ありがとうございます、はい、さあ、忘れないうちに一つ最後のメールを読んでおきましょう、はい、はい、進撃のめいちゃんからいただいております、ありがとうございます、はい、酔いすぎはいけないね、あてということで何かあったんでしょうか、はい、読んでいきましょう、ツルトラさんとうさ耳のエコさんと、うん、噂ではアミタイツの格好のマナミン、生放送お疲れ様ですということで、めいちゃん、はい、めいちゃん言っといてはい、あのマナミンのあまり失礼なことしたらダメよ俺たちってそこまで言わんもんね、はい、なるとらなはい、あ、いいっすよ続きて、はいはい、10月最後ピンチヒッターも今日でおしまいなんですね、うん、笑いということで、はい、来週からあの白子姉さん戻ってくるんですねと、なんかめいちゃんさぞね残念な風に言ってますけれども、はい、あ、じゃああと一発ちょっと打ち込んどいていいかなはい、このメールは保存して、はい、そっくりそのまま来週あのホワイティさんに伝えさせていただこうと思います、はい、これロックちゃんとかけとけよになるからかけときます今ロックかけといて、間違って消さないように、はい、今お気に入りに保存させていただきました、よし、オッケー、はい、今日は仮装しながらの生放送なんですね、はい、そうです、うん、お題がフリーってことでやはりこの話題しかありませんよね、うん、他局の話で申し訳ないんですがラジオ祭りの件あ、どうした？いやだからね、某くもじの曲のラジオ祭りの曲ということで、はい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 、今年は12月中旬で本当に良かったですね、うん、そうですよ、うん、なので、FM ギノアンの忘年会は前半でお願いします、はいはい、あの12月この、このくもじの、ラジオ祭りはちなみに12月の2週目の週末です、ね、うん、14、15ね、はい、土日ね、はい、ですんで、まあね、そういう風になってますけれどもね、僕去年はですねこれいつも12月なんですけど去年なんですかイレギュラーに10月にあったんで僕はちょうど宮古島に遊びに行く予定とかぶってたんで、ああなるほど、ね、泣く泣く宮古島に遊びに行ったという、あ、であれでしょ、その宮古では200万ぐらい今年落としてくれるんでしょ、はい、みそぎで、さっきのねはい、カーズ兄さんのコメントね、はいはいはい、宮古島に200万ぐらい落とすんでしょ、うん、みそぎだよね、全財産が200万あればいいんですけど、ああ、2000万ある、じゃあそれ200万でいいです、さあ、ということでメールの続き読みたいと思います、はい、次の週だったらクリスマスとかぶって、うん、いけない人続出だったでしょうね、あ、はい、そして、ギャラリーさんにもコメントいただいてます、はいはいはい、ハゲじいさん今日は飲んでじゃないよね、ハゲいや、あの G って最後にこれつけていいのはクリームのスタッフとマナミンだけよ、あれ、あと、あ、みんなもだよ、エマさんとか、ああ、そういうことかね、いや、これはちょっとひどくない、メイちゃんメイちゃんもうちょっとレベル上がってからじゃないと、メイちゃんさんで強いですね、うん、はいね、イエローカードですか、イエローカードナルトラ郵送しといてイエローカードをとりあえず3枚ぐらい、3枚ぐらいうわ、はい、今日も絶賛、黒かった、ということで、うん、ではでは楽しく聞かせていただきますねということでありがとうございます、ありがとうございます、はい、エマさんもメイちゃんひどいとでしょ、これそこそこケンジーさんとね、うん、仲良くなってからじゃないと、うん、この G は入れちゃダメよ、うん、ねえ、ね、ナルトのね、ね、ほんとそうですよ、ねえ、はい、しかもケンジーじゃないわけよ、ハゲ G ってひどくない、
そこまで僕らも言ってないんですかね。俺もそこまで言ってないよ。ケンジ確かに乗せてきましたね。でしょ、これ乗せすぎ、これはちょっと使ってないのかな。本当ですね、はい、だから3枚なるとら3枚ね送っといてな。3枚送っときますね、うん、イエーコアとね、うん、はい、あの赤でもいいよ。レッドカード、レッドカード、はい、この日の丸送っててもいいよ。レッドカードです。あのこの旗とそれからこの頭で、でラジオ祭りにこれで来ること、来年次はあなたですみたいな。そうそんなスラッシュドボさんさん、来年はうちのコスプレをフリムーンに寄贈だなということで、はい、あ、よろしくお願いします。スラッシュドボさんさん、実はあの毎年、はいはい、年賀状用に、はい、家族全員でコスプレして写真撮ってるんですよ。だからあの今年のコスプレも当然やってると、はい、もうあの撮影終わったらしいんで、へ、来年の年賀状 用の、ね、のコスプレ。だからあのよくあるじゃないですか、夜、はい、あるじゃん、家族で今週写ってる、はい、明けましておめでとうございます。そうあれをコスプレでやってるっていう、はい、そうすごい。で俺はあの被り物を毎年出してるんだけど、モミと来年なんだったっけ、犬だから。来年は、あ、今年は今年犬だったか、今年イノシシです、ね、イノシシか、はい、じゃ あ最後ラストか、ラストです、はい、あ次ネズミですよ。ああだわ、一周するんですだから、寝年だった俺。あ、年男なんです、ね、うん、忘れてた。あ、じゃあナルトラ、はい、来年の新年は、はい、ネズミだな。ネズミの格好だな。ネズミでやると、うん、これ全員でやりましょうね、その代わりね。うん、うん、できれば各自で用意するように。まあそんな新年のこともね、はい、楽しみにしていただいております。あ、で、まなみもよ。はい。かわいいネズミの、この、はい、こんな丸い耳、自分で作って。自分で作るんですか、耳を。だって、カチューシャ買ってきて自分でこうやれば、ネズミの耳作れるさ。うん、もうね、それで多分、ツイキャスのね、聴取率もね、夢の国の何十人ぐらい上がるんじゃないかなと。あ、いいね。今思い出したのか、思い出した、うん、あのネズミランドでもいいや。ああそうですね、ネズミランドのあれで、あれだったら簡単に作れるんで、カチューシャと、あの、はい、このとんがり用意すればね、うん、簡単にできるんで、はい、じゃあそれでいこうかな、はい、行きましょうか。何の話をしてるんですか、本番中にね。来年の話、ね、そうですね、まあでもね、はい、毎年に、ね、まあ、年明けの放送はね、のんべでやってますけど、今年ね、できないんですよ、それがね。あ、でこれちょっと今計画中なんですけど、はい、ちょっと説得できたら特番組めるかな、なんだけど、まだ交渉今から入りますんで、決まり次第あの放送します。そこは、はい、ね、今年実はあの1月、あの来年1月1日が水曜日なんで、毎年あの年明けはのんべ放送やってるのができないんちゃうかなみたいな話をしてたんですけど、そうですね、1月1日、うん、いやー、エコザールさん本当にブラックですね。働かせようとしてますよ。はい、何が。え、1月1日に誰を呼ぶんですか、ね、違う、1日じゃなくてちょっと日をずらす形なんだけど、よかったよかった、特番組めたらなと思って、ちょっと今から、土曜日とかですか、うん、あの四つ葉の明菜と、うん、あの局長さんとね、いいご相談ください、ちょっと相談してから、真の意味強制さんかね、えOK、はい、あ、じゃあちょっと、はい、もうちょっとツイキャス、はい、あ、武蔵さん、あ、はい、あのツイキャスよく見受けするからですね、はい、エコさん、ナルタさん、マナミンさん、こんばんは、はい、ということで、こんばんは、エコさん、ナルタさん、ハロウィンコスプレ似合ってますね、面白いですね、ね、もっと完璧にしたかったんだけど、すいません、これで我慢してください、はい、マナミンは残念ながらコスプレ今日はね、はい、はい、あのしてません、してないです、はい、あなたの、ね、あとで、これでマナミン撮ってもらいます。この耳で、あ、耳、耳で、メガネじゃなくてですか、耳とメガネ両方でもいいよ、メガネだけだったらかけますよ、いや耳も、え、大丈夫、似合う、はい、これであのちょっと保存しようかなと、はい、違うか、そうだよ、アップ用に、アップ用に、はい、はい、よろしく、はい、そんなこと言ってる間にもう、はい、あの時間が来てしまいました、はい、もう終盤2分前ですんで、はい、来週11月6日のテーマ、うん、エコザルさん、俺だ、マジで、1週目ですから、嘘、考えてなかった、はい、だからで嘘でーす、はい、はい、あのね、では来週のテーマいきたいと思います、うん、来週のテーマは、俺が言った方がいいか、そうですね、だって抵抗さえ俺だ、はい、じゃあ来週のテーマは、はい、こちらです、はい、自分の意外な、得意技みたいな感じで、おー、あの技能でも何でもいいんですよ、
はい、例えば俺あのコミュニティ以外あのいろいろやるじゃない、うん、車バイクいじったりとか、はい、こういう、うん、あの話聞けたらなと皆さんの、はい、例えば笑わす才能でもいいわけよ、はい、ナルトみたいに人あのイラつかせる才能でもいいわけよ、あね、あの何人かそういうことはやらせますけども、そう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 、はい、あればということなんで、まなみはちなみに意外な、はい、意外な特技で、意外な特技がいいかな、はい、何ですかね、うん、意外な、うん、はい、巻いて巻いて巻いて、でクッキー作るのが好き、おー、あ、いいかもしれない、じゃあ来週差し入れ待ってますということで、はい、はい、ということで今日もね、大学のまなみに来ていただきました、ありがとうね、まなみ一月ね、はい、またちょこちょこ呼ぶからね、はい、お願いしたいと思いますということで、お時間が来てしまいました、フリムーンラジオ今週も楽しんでいただきましたでしょうか、お相手は私、ナルトラでした、はい、エコザイルでした、そしてマナミンでした、はい、ということで、はい、今日は、ハゲとウサギでお送りしました、はい、じゃあマナミン最後こっちに寄ってきてから映ってから最後はじゃあナルトラ襲っていいから、で違う嘘だよ嘘だよから言いますかはい、じゃあ、はい、じゃあ最後みんなで、はい、はい、こうやってマジで見えない、マジで見えないマジで見えない本当にこれ下ろす瞬間見えなくなるの